漢方納得相談のコーナーです。はい、このコーナーでは漢方とはどんなものなのか、漢方薬について詳しくお伝えしていきます。ご紹介いただくのはおなじみですね、荻秀行さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、今日はどういった漢方をご紹介いただけますでしょうか。はい、今日はですね、自律神経失調症についてお話しさせていただきたいと思います。自律神経失調症、聞いたことあるんですが、はい、うん、これどういった疾患なんでしょうか。はい、平たい言い方をしますとですね、はい、体の基本的なそのバランスが崩れることによって、うん、さまざまなですね、体にこうさまざまなこう症状が出てくることを、自律神経失調症と言うんですね。精神的にも出るんですか。そうなんです。例えばどんな、はい、情報だ、どんな症状が出ちゃうんですか。はい、ちょっとですね、こちらをご覧いただきたいと思うんですが、主な症状としましては、イライラ感ですよね。あと不眠で、あと不安感、肩こり、あと急な発汗で、最近多いのがこううつ症状だったり、あと、のぼせ、動悸ですよね。あと耳鳴り、あと胃腸障害、こういうふうなものがですね、主な症状と。結構ありますね。はい、もう本当に様々ですね。はい、はい、これ一体何が原因でなってしまうんですか。やはり一言で言いますとですね、はい、やはりその今のこう複雑なこう現代社会におけるですね、はい、ストレスによってやはり起こると言われてるわけですよね。なるほど。はい、でも新入社員であったりとか、はい、ママ友の付き合いとか、そうですね、いろいろちょっと現代のこのストレスと言いますか、慣れないコスプレとか、いや大丈夫ですか。そうですね、ちょっと、はい、心打たれてましたけれども、ね、今からね、おすすめが出てきますので、はい、わかりました。ではですね、はい、自律神経失調症の方のですね、症例そして改善例、荻秀さん紹介をお願いいたします。はい、了解しました。まずこちらの方はですね、1年半前からこの自律神経失調症でお悩みの方なんですね。で、自覚症状なんですけども、この方の症状としましては、めまいで、めまいでもですね、ちょっと特徴的な部分なんですが、雲の上を歩いているようなふわふわした感じと、足元がこうなんていうんですか、安定しないといいますか、そういうふうなこうめまいだったんですね。で、あとその、急にですね、不安になってしまったり、で外に出るのが怖いと、でやる気が出ない、頭が重いで、胃腸の調子が悪くてですね、ストレスがかかったりなんかしますと、すぐに下痢をしてしまうと。で、あと耳鳴りがですね、時々、してキーンという金属がこう鳴ってですね、夜も眠れないこともありますという方の、はい、なるほど。こちらの方におすすめの漢方は何でしょうか。はい、この方に服用していただいたのはですね、今ご覧いただいてます半夏白術天麻湯というお薬なんですね。はい、でこの中の生薬なんですが、半夏白術伏量タクシャ天麻人参奥義環境陳皮大漠漠が消去という生薬で構成された処方なんです。もう、はい、これ漠がってはい、ビールとかウイスキーとかにね、使われてる、はい、その漠がですか。そうですね、イネ科の、その大麦なんですけども、はい、これを発酵させてですね、乾燥させたものなんですね。で作用としましては、牽引作用であったり、あと消化を助けてくれる作用であったり、はい、あと滋養強壮の作用があったり、こういうふうな作用がこの麦芽にはあるというふうに言われてるんですね。なるほど。はい、こうやっていろんなものが漢方薬として使われてるんですね。そうなんです。そうですね。はい、ということで、それではどういった改善をされたのでしょうか。はい、まず1ヶ月経った時点ではですね、胃腸の調子が良くなってきましたと。はい、で2ヶ月半経った時点ではですね、めまいの症状やこのふわふわした浮遊感ですね、これがな軽くなってきましたと。で4ヶ月経った時点ではですね、浮遊感をほとんど感じなくなってですね、耳鳴りも改善してきました。で7ヶ月経過した時点ではですね、浮遊感や不安感がなくなって失礼いたしました、非常に調子がいいと。で11ヶ月経った時点ではですね、耳鳴り、その耳鳴りはまだあるんですけども、悩んでいた症状はほとんど改善したということで、喜ばれている方の症例なんですね。はい、良かったですね。はい、で今日はもう一症例ということで、はい、またこちらもお願いいたします。はい、了解しました。こちらの方はですね、約5年ぐらい前からですね、この自律神経失調症でお悩みの方なんですね。でこの方の自覚症状をお話しますと、まず急にこう顔がのぼせてですね、汗が出てしまうと。はい、で急に常にですね、イライラして落ち着かないと、怒りっぽいような部分もありますと。で耳鳴りがですね、この方も耳鳴りが鳴ってってですね、この方の場合左耳で鳴っていると。で日中でも夜でも同じ音量で鳴ってるんで辛いと。
で耳鳴りのせいかこう分からないですけども、5年ぐらい前からですね不眠傾向にあると。うん、であと体がだるい、で頭重感がある、肩こりがひどい、で肝機能がまあ高くてですね、あ肝機能が低下して数字が高くてコレステロールの値も高いというようなことをお話しされた方の症例なんです。なるほど。ちょっとこの人も大変ですけれども、こちらの方におすすめの漢方は何でしょうか。はい、こちらのですね神逍遥散というお薬を服用していただいたんですね。はい、でこの、中身はですね柴胡芍薬仏あの白術、陶器仏陵三子子牡丹皮甘草生姜八花、こういうふうな生薬で構成されてるんですね。はい、はい、それではどういった改善をされたんでしょうか。はい、この方の改善ですけども、まず1ヶ月経った時点ではですね、まあ、大きい変化はないんですけども、まあ、手足の冷えが少し良くなったと。で2ヶ月経った時点ではですねのぼせることがまあ少なくなってきまして、急な発汗はなくなってきました。で4ヶ月経過した時点ではですね、まあ、頭重感がなくなってイライラすることも少なくなったというコメントなんですね。で、6ヶ月経った時点ではですねひどかったこう肩こり、まあ、こういうふうなものが全く感じなくなった。で9ヶ月経った時点ではイライラすることがなくなって耳鳴りもほとんど気にならなくなった。で12月経った時点なんですけども、体調が非常に良くてですね以前あった症状はほとんど感じなくなったということで、はい、喜ばれている方の症例なんですね。1年でほぼ治った、はい、ということですね。そうですよ、はい、すごい。ぜひとも皆さんも参考になさってください。はい、なお今回ご紹介いただきました漢方薬なんですが、体質や症状に合わせた漢方で一例になりますのでご注意ください。今日は自律神経失調症の方におすすめの漢方についてお話をいただきました。ではここで一心堂薬局からのお知らせです。一心堂薬局ではさまざまな症状や漢方薬について電話相談を受け付けています。いずれも予約制です。ご覧のフリーダイヤルまでお問い合わせください。自律神経失調症、心身の不安、アトピー性皮膚炎、免疫力低下によって起こる症状から慢性病の食事相談まで受け付けています。一心堂薬局は皆様の健康をサポートする漢方専門の相談薬局として、一人一人時間をかけてお話を伺い、その方の症状、体質に合わせた漢方を処方いたします。他にも一心堂オリジナル商品として各種健康茶や漢方に関する書籍、そして今話題の商品も取り揃えています。一心堂薬局は全部で6店舗あります。浦和店は浦和駅西口、埼玉会館そば県庁前東交差点です。大宮店は氷川神社入り口交差点前、新宿店は新宿高島屋正面入り口前です。立川店は立川駅北口、立川通り高松郵便局手前、川口店は本町大通り筋向かいマンモス交番横です。そして所沢店は所沢駅西口、埼玉りそな銀行所沢店向かいとなっています。漢方納得相談では、漢方に関する質問、そして小木先生にぜひとも聞いてみたいことなど、こちらの宛先までお寄せください。お待ちしております。そしてこのコーナーの最後には一心堂オリジナルの健康茶をご紹介いただいております。はい、はい、小木先生、今月のお茶は何でしょうか。はい、こちらのですね解凍紅茶なんですね。はい、これはちなみにご飯を食べる前と食べた後どちらに飲むのがいいんですか。はい、これはですね、まあ、結果から言うとですね、食事の前に飲んだ方がいいですね。前に、はい、というのはあの、糖をですね、ブロックして、で糖の代謝を上げていくというふうな、ご飯の中に含まれている糖を、糖分とかを、はい、ブロックする意味でも、やはり食事の前にですね飲んでいただいた方がいいと思います。はあ、飲みたいですこれ僕は。はい、糖質をこう カットしてくれるように。なるほど、はい、いいですね、お食事にね、お供に、はい、ちょっとじゃあ僕らも改善できる、ね、ぜひ、はい、参考にさせていただきます。飲みやすいあのお茶ですんでね、はい、そうですよね、はい、飲みやすいですよね、はい、食事の邪魔にもならず、はい、ね、皆さんもぜひともお試しください、はい、ということで今日も一心堂薬局の小木秀幸さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。コマーシャルの後は気になる今後のお天気です。